うちは宮城県気仙沼市で56年やっております丸光製麺と申します。うちの売りはやはり麺、うどん、そば、ラーメンなんですけど、その中で一番の売りがこちらの海鮮フカヒレ生ラーメンになります。このフカヒレラーメンはですね、このように中に生麺と海鮮の塩味のスープと、このフカヒレの、これ麺つゆと言いますけど、フカヒレの具材ですね、これが3点セットになっています。まずこの生麺を鍋で茹でまして、海鮮の塩味、これをお湯で割りまして、茹でたラーメンを入れて上にこれをかけます。そうするとこのような状態になります。このフカヒレラーメンの特徴はですね、なんといってもここにちょっと見えづらいと思いますけど、ヒレがちゃんと姿でこの形のまま入っているということ、それから海鮮のスープ、塩味になりますけど、この塩味のスープっていうのがポイントになります。そしてなんといっても一番のポイントは、うち製麺屋ですのでこの生麺、これがポイントになります。ちょっと値段は高いですけども、ちゃんとフカヒレを食べたという満足感、それから、ラーメンってよくラーメン屋さんに行くと塩味のラーメンを食べてみて、美味しければ全部美味しいってよく巷で言うと思うんですけど、まさしくその通りで、うちのラーメンは本当に美味しいラーメンです。ぜひ食べてみてください。